ですね、今日はですね、墨流しの訪問着を着てまいりました、はい、綺麗ですね、ね、柄がね、すごいね、やっぱり墨流しなので綺麗だと思います。あとこのようにちょっとね、色がね、だんだんとこの裾の方も綺麗、ね、あとね、ここに実はこんな感じで、素敵こんな感じでちょっと珍しい色を着てまいりました。そうですよね、はい、あとそれに合わせて帯はですね、アールヌーボーの帯で、前に紫色の帯がこのような柄のやつ締めたと思うんですけど、それと結構似てる帯なんですけど、やっぱり気に入ってこの帯にしてまいりました。素敵、ちょっとキラッとしてるんですね。ね、ちょっとキラキラッとして、訪問着に合わせるのにはぴったりかなと思って締めてまいりました。あとですね、この帯揚げがちょうどこの着物とね、はい、色味がぴったりですね。そう、ぴったりかなと思って。本当だ、ここにこういう色が入ってて、だん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 薄くなって、あと帯締めも、はい、この中の一色を取って、はい、合わせてまいりました。マスクも今日はからしっぽい色で、はい、かわいいですね。そう、このマスクも合わせました。はい、ベストコーデ、素敵です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、帯です。帯がポイント、はいはい、私の好きななんか紫系とかグリーンが入ってるんですね、うん、はい、これがなんかちょっといい感じでとっても好きなんです。すごい生えてますね、はい、何の色の着物にでも合いそうな感じですね、合わせやすい。この大島はとっても着やすいんですね。茶系ですね。そうですね、茶系と黒とグレーなんですけど、うん、こういう感じの私初めてこの色の組み合わせっていうのを着てみたんですけど、自分ではあまり似合わないんじゃないかなと思ったんですが、似合ってますよ、すごい似合ってます。作家の先生が絶対この色がということで押されたんですね。はい、すごいお似合いです。後ろちょっと見せてください。あ、綺麗、やっぱり色が映えますね。はい、素敵です、ありがとうございます、はい、今日はお花見ランチ会ということで、桜も満開を過ぎましたけれども、はい、花びら柄のお着物と帯にしてみました。かわいい、すごい爽やかですね、はい、ちょっと、うん、綺麗ね、ちょっと今一度わからないところがいいかなと。帯にも花びらなんです、ね、はい、たまたまあったたまたまあったんです。すごい綺麗、上の色が黒なのもおしゃれですね。 ありがとうございます。後ろも見てください、はい、あ、綺麗、桜になってます。へえ、いや、かわいい、ね、すごい素敵、つくま桜にしてみました。あ、そうだ、全身で花見コーデになっております。はい、すごいバッチリです。来ようと思います。はい、いってらっしゃいませ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。